や、大丈夫でしょ。なんか食べ大丈夫なんすか。中にもあるよ。あー、中行きましょうか。じゃあ、ありき。いや、なんか今日いいんすか、うん、なんかそんなご馳走してもらうとか。やっぱあれなんすかね、僕もそれなりにこう、なんですか、やっぱそれなりに兄貴とこう肩を並べたというか、うん、みたいになってきたんですかね、僕も。いや、肩も何も、年収3000万男だろ。年収3000万、30万でギャラを弾き出すようなタレントに、そんな俺は偉そうなこと言えないっすよ。30万だろ。違うんですよ。3000万っつったらすごいですよ、はい、月収で月収月収3000万すごいな。月収3000万って言うと、あれはもう年商3億あんだ。あれでもブレイキングダウンのちょっと社長バージョンみたいなもんじゃないですか。前に社長がクッいて、あ、じゃあ俺それ見てないんだよ。見てないんですね。あ、まあ、なんかそのサムネと何か見た。はいはい、まあ言ったらブレイキングダウンみたいなもんなんですよ。あのバーって社長がバーって並んでひな壇みたいなところにいろんな社長いてみたいな、カメラバーってみたいな。そこでやっぱりこうブレイキングダウンのこう、うん、悪い癖というか、うん、みたいなのが出ても、うん、言っちゃったみたいなやつです。大見え切ったっていう、大きく出たってやつ、大見え切ってしまった。もうだからその手に乗らないっつうのそういうふうに言っとかないと税務署つかれて怖えとかって。違うって。急に自分の反響にバック入って違うよ、ね、さも実はそんな稼いでないみたいなふうにしてんだろうけど。いやいやいや、はい、あ、ここバードバード、この通りはもう道行けとか絶対しちゃダメだよ。実際そうでしょ。いや、あれはもうでもまさか、でも僕があれを言ったことによって、はい、あんだけ結構、うん、みんなが反応してくると思わなかったんですよ。慶之助さんとか、だって1回のイベント100万ぐらいもらってんの。そんなあったら僕こんな同じシャツ何回も使い回してきてないですよ。いや、あのな、はい、本当の金持ちってそうなんだ。同じような確かに確かにね、はい、イーロン・マスクも同じく来てるって言いますからね。ジョブズとかな、はいはい、マクとしか来ないって言うんですか。30万、1回20万から30万のイベントだとしても100本で出て、はい、出てない。スケジュールパンパンなんですがイベントでとかじゃよく。いや全然ないです。ほんま全然ないです。しかも兄貴の、はい、あ、僕これめっちゃ好きなんですよ。あ、そう、それがうまいの。これはうまいです。中国あるんだけど、あ、いいですか、兄貴。いや、何ってお前が出すの。自分のは自分で。モッツァレラ、そうそう。いや、モッツァレラ米ハットグにしましょうかね、僕じゃ。50円高い。原料とかないの。ないです。これ、これ。はい。自分のお世話。ありがとうございます。ありがとうございます。兄貴、どれですか。いや、俺ちょっと減量しなきゃいけない。あ、そうなんですか。少しだけ。あ、やめとくわ。マジですか。あ、ほんな僕だけいいですか、いただきます。うん、すいません。あれですよ、内訳も何も、うん、そんなないんで、ほんまに。けど、あの、嫁子に怒られた。いや、嫁子。そんな大っぴろげにすんなと。違う違う、ほんまに、あれはほんまに、この折田さんのカメラを伝えて言いたいわ、言います。あれ嘘です。ほんまに嘘です。だってもう結構税務署に連絡したよ。なんで税務署連絡すんねん。確認して。来たどうぞ。稼いでる YouTuber。違う、全然。皆さんでも売り、あのね、YouTuber ってめっちゃ稼いでると思ってる人多くないですか。金なんないよ、こんな。そうなんですよ。あんまりならないんですよ、うん、YouTube 時代は。思ってるより。なんで。てか、YouTube で稼いだなんて誰も思ってないよ。なんかボブ・サップ、キム・ジェフンのおかげで人気を得たイベント出演だろ、多分だから。まあまあまあ、そうですね。もうずっと言えるんで、ボブ・サップに買ったノッポン・テラドって言えるんで、それ結構でかいですよね。でもそのイベントも、イベントの出演も、はい、出続けないと減っていくじゃん。そうですよね。どうなん、どういう展開を考えてる。ああ、でも僕、自分で言うのもなんですけど、これ得意なんですよ。うん、なんでこう、結構テレビとかバラエティとかガンガンちょっと出ていこうかな。え、だからテレビで俺見たことあるよ。あ、ありますか。全然喋ってないよ。えあかんやん。テレビのノックのテレビすっごいつまんないじゃん。いやいや、どれ見ました。なんか見て。なんか見ました。いや、あの、多分見たやつ喋ったらダメなやつやったと思うんですよ。あ、そう。はい、ちゃんと見てください、うん、僕めちゃくちゃ面白い。それでも兄貴に比べたらあれですよ、落ちますけど全然こっちでちょっと。じゃあもうこれからテレビでバーっていく感じなの。テレビとかで行きたいですかね。じゃあもう破天荒に戦ったりみたいなのは減って、はい、テレビ路線で。
よ。これが終わりの始まりなんですよ。わかる、見えてることはそういうことなんですよ。そう、ノッコン寺田が求め、持っていかれた。そう、ノッコン寺田にみんなが求めてるのはテレビに出てアホみたいに大御所芸人ごまつって適当に顔色見ながらフェードアウトしていくとかじゃないんだ。やっぱりバーンってプロレスラーのように現れて破天荒に暴れ散らかして去っていく。なるほど。おっかなくて強いと思う反面、子供たちには実は公園でめっちゃ優しかったみたい な、 なるほど、そういうヒーロー像なんだよ。はいはいはい、だから戦える場に出てかなくなったとしたら、戦場を俺はテレビに変えたいみたいなことをやりだしたらもう消滅するわ。あ、消滅する。いや、だからもちろん天も出るんでしょ。もちろん天ですか。天はちょっとまだこうなると言わない。懐かしいんだよ俺は。ちょっと言えない。ロッコン寺田がちょっと前に、はいはい、ちょっと前っていうか、まあ、数ヶ月前、はい、1年ぐらい前、はい、ブレイキングダウンに俺も出たいって言って、はい、ピュアな目で、はい、ね、その時はもうこんなじゃないよ。その等身大等身大の寺田浩二としてそのブレイキングダウンに俺を出せとかってやってる時、はいはいはい、懐かしいよ、はい、たった2戦で俺の相手はそいつじゃねえとかやってんだとしたら、はい、3戦な。あとレジェンド2人出しました。天田博美さんとモブサップ倒した番組が作り上げたレジェンドだ。はっきり言ってそこら辺のに聞いてみ。しっかりいや、ボブサップはでもすごい知ってるでしょ、だってみんな。おじいちゃんが、いや、知ってますよ、だって。この子も知ってますよ、多分。だから現在、おじいちゃんだよ。あー、ボブサップですか。うん、あー、まあ、そうですね、49なんで。あの、彼のその、やってきたその深さ、深みや、シワがこう、目立って、はい、ちょっと痛々しかった。はいはいうん、でも、ちょっと兄貴、でも、ボブサップでやるとき、僕、やられるって言ってましたよね、初め、ボブサップ。あ、ちゃんと練習しなかったらな。ああ、なるほど、なるほど。あれはちゃんと練習させるために、俺も劇を飛ばした。あ、なるほど。そうそうそう、分かってたんですね。もちろん。僕、練習したの分かってました。分かった。で、ね、ブレイキングなんて結構、1分の戦いなんですけど、うん、それ以上に、すごい、その試合から試合までって、すごい使うんですよ、時間。そうやな。そうなんですよ。なんで、ありがとうございます。練習をするあまり自分のだから聞いてんのかよ、自分のボブサップ戦のために監督業を放棄した男だから。これ佐藤、これ佐藤、ちゃんと取ってあげる。ああ、すいません、返しも佐藤混ぜて。あ、そうだよね、さすがだね。なんかこれなんか、あ、ありがとう。佐藤だって高いんだぞ、何やってんの。いや、僕すいません、原料ないんで、すいません兄貴。すいません、これありがとうございます。ありがとうございます。置いといていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、だからさ、すいません、いただきます。おう、まあだから、そういうことなんだよな。全然話聞いてへんやん、こんな話。なあ、基本舐めてるよな。おいしい。うまい。すっごい。じゃあもうそれでそれうまい。でテレビ風にやっときゃ、その食レポしたり。なんで次話そうんだ。テレビ風なよ。いやいや。そのやっぱ、はい、ヒリヒリしなくなった瞬間もう終わっていくよでも。いや僕でもほんま兄貴のお話聞いて、うん、あのいやちゃんとしてなって、ちゃんと自分のやるべきことしっかり見て。まあまあ、やっていいかなと思いました。まあ、3000万稼いでようが、天に、で、もうブレイキングダウンの試合のことなんかもうどうでもいいとか、そんなの一回まあ置いといて、はいはいはい、ね、はい、そんなの置いといて、はい、置いといて、はい、そのチーム大阪を捨てた理由、はい、けどこっち人が多いからさ、はいはい、裏道行こうぜ、裏道で十分だよ、ノコンテラだが。僕捨ててないですよ。そこをちゃんと言っとかないと、はい、あのなんかなんでノッコンさんは慕われてないとか嫌われてとか言ったらかわいそうだからさ、はい、そうじゃないんだよって、自分の私利私欲と目の前のボボサップでお前らどうでもいいってなったんだよってことをちゃんとちゃんと言わないと。じゃあ今全部言っちゃったんで違いますよ。でもあの何ていうんですか、大阪喧嘩自慢のコラって、うん、僕あの有名じゃない時は、うん、一生懸命あのやってあげようと思ってたんですよ、うん、有名になるために、うん、で話してたりとかもう見てたら、あ、この子らいらんわと思ったんですよ。あ、そう、その後押しが必要ないなと思った。違いますあの子らが違いますよ、うん、あの子らそのサポートが必要ないなと思った。そうです、もうあこの子ら全然すごくいける子やわと思って、だからもう羽ばたいていってくれって僕思ったんですよ。いや、羽ばたく羽ばたかない以前に、はい、
それを運営からじゃあもうノックの寺田監督もリタイアして上がってください、はい、あとは僕サップのことだけに集中してくださいってなったわけじゃないじゃん運営に一応託されて監督やってたら何自分のさじ加減で勝手にやめてそれ社会人としてどうなんだろう一人の人間としてあれ言ってたら一言言わせてください兄貴あのあれね運営の人にちょこんと言っといたらいいですぐらいで言われませんでした、うん、言われないよ監督のあの会見あの子らがやってて会見だけじゃないんだよ会見だけじゃなくてちゃんと彼らと本当に向き合おうとしないもんあ僕がですか、うん、あでもそれはそうかもしれないノックオン寺田は基本そうだねリーチに対しても多分そう、はいはい、バーデに対してもそうだと思うよえどういうことですかどうですかいや僕自分のことだけなんだはい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 、自分にメリットが感じられなくなったら、はい、そっちに 1% の力も使わないよ、ね、いやいやそんなことないですよ自分にメリットがあったら急に多分尽くすんだよそのグループにすら、うん、そういうことじゃないうまい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 えこれうまっちょっとノッコンのファンみたいなのいたよほらノッコンのファンじゃないの僕のファンですかどちらもよかったどちらもそこはちゃんとノッコンって誰ですかってやってほしいどっちかって言ったらどっちなんですかどっちかって言ったらどっちなのか知りたいですね正直ちゃんと正直いきましょう、はい、ここはちゃんとどっちかと言えばどっちかと言えばそりゃそうやもんさっきもドンキホーテの前で女の人に声かけられてた、うん、こんなの食べ散らかして人の悪口ばっかり言ってるやつダメですよねこれ美味しいですよね食べますよ一口いいですか何で君差し上げようとするありがとうございます、はい、ありがとうございます僕も見てくださいね見なくていいですから全然ないです見ないです見ないですすごい最後見ないですやったないやでもねすごいですよ彼たちは活躍が変顔自慢の頃は僕応援してますんでそんな感じそんな感じどういうことだってさそんな感じが怖いよ次の記念大会とか、はい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 その11での決勝戦とか、うんうんうん、自分のスケジュールにも彼の全く彼らのことがもう頭にないだろうないです今そうだろ、はい、だから腹割って言った方がいいわもう、はい、どういうことですか腹割って、はい、その何を、はい、ちょっとお前らのことなんかどうでもいいと思ってることをちゃんと言った方がいいわいやいやもうそのままリタイアする気でいいんだろまあそうですね11試合と監督一緒にやるの結構大変なんですよえ、手に高いこいつ天を飛ばす気でいるかもしれないのに、はい、11は出る気でいい11ですかまあでも僕だからもういいよ、はい、お前はなんでなんすか全て自分の印欲のために生きてるっていうキャラを貫いた方が面白いよはい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 ノックの寺田ってそうじゃんでもはいそうですね人のためにとか、はい、そのお涙話は似合わないなるほどわかりましたどこまで行っても全て自分のメリットのために、はいはいはい、欲深い男って面白いよそうですよねブレイキングダウン10別に俺に会ってる相手いなかったんでもう行ってないしイレブンも別におらんかったらいかんからええやつおらんかったら実際合宿の時どうだったたくさんのカメラが回ってなかったら、はい、全員殺してやろうと思った合宿の時ですかいやでも合宿めっちゃいい子じゃなかったですかいい子いい子そうっすよねちょっと気持ち入っちゃうよねまあそうっすそうなんすよそうなんすよただ大輔だけはマジで殺したろうと大好きも思ってる、うん、いやもうほんま僕だから鉄パイプ持った時はちょっとあれでしたけどまず鉄パイプ置いた瞬間もうボコボコしようと思ったんですよ全然鉄パイプ離さなくて全然離さんかったんでこれちょっと危ないなあいつだけはほんままず行ったろうと思ったんですよあの時はそこなんだよここそれ今ですか今そこなんだよノックの寺田に大事なのなるほどここでまだ言うかっていう一言毒を吐くのが俺は好きなんだ、はい、なるほど、はい、これが最近なかったんじゃないの確かに金のためにあちこちってはい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 言って笑顔を振りまいて帰ってきました、はいはい、デパートの屋上の着ぐるみ着てるやつらの感覚に落ちてたんじゃないの、はいはい、いやでもほんまでもそれ言えそうかもしれないですそこじゃないよ
それ来年、そうそう、再来年そんなの、そんなやつ生きてない。そうですよ。僕でも一つ考えてたんですよ。何でもこう購買が大事じゃないですか、うん、で僕やっぱブレイキングダウンのあのキム・ジェフンでガッツァー行ったんで、うん、このままガッツァー行ってまあ思うたら当たり前になるんで、うん、一発こう入れといてバッサー行ったのかな思って見といてください。もういやすごいですよ僕、うん、ブレイキングダウンのオーディションでしたっけ、あのめっちゃすごいとか今言ってましたけど、僕が行ってたらもっと偉いことになってましたから、うん、正直な話。ただまあ今回見てあのノッコン寺田がおらんかったらどれだけオーディションが面白くないかちょっと見といてもらったら、だから古代くせに言うえ来てるやつらで一生懸命作り上げてる空間を、いやそうですね、それは確かにそうです、ね、それは申し訳ないです。ファンとかはノッコン寺田がなんでいねえんだよってなる、はい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 、俺もそう思うもん、はい、そんだけみんなに好かれて期待されてんのに、はい、そのパフォーマンス見たいなんて、うんうん、なんで来ない、うん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 、まあ、キング一回お休み一回お休みだ、まあ、まあそうですね。でメモリアル大会でしょ、僕そういうメモリアル大会とかの名前で100回記念とかで僕動く男じゃないんで、その大会もちろん乱入とかしてくんだろ、乱入してきてなんかその、はい、自分の因縁のカードに持っていくためになんか一つのカードぶち壊すぐらいの、はい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 、どのタイミングで？いや俺それ期待してるけど、会見であるんでしょ、会見で絶対あるわこれは本当にこのまんま来ないで終わったみたいな寒い男ではないよ、はい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 、運営冷や汗みたいなことやってくれるはずだからなんかちょっと俺はちょっと今日は悲しいな、俺の知ってるノックの寺田じゃなくなっていくわ。そうですよね、なんかそうですよね、言うちょっとちょっと染まってるのはあるかもしれないですよね、ギラギラ感というか、あの時のなんていうんですか、トゲトゲ感みたいな、うん、まあちょっと確かに、いやただのタレントになりそうだったな、もうなってます、なってなって、いや嬉しい、え嬉しいの、じゃあその結果を出せてないな下のタレント、そうなるほどなるほ ど、いやでもまあどんどんもう消えてくっていう匂いがするもんちょっとそれ当たるかやめてください。当たるんすよ。兄貴のそれ当たるんすよ。前回丸当たりしなかった。丸当たりしてますよ。だから今回そうなるよ。ダメです。兄貴だ。なるから。今は選んじゃダメなんだよ。ノッコンテラダは。はい。久しぶりだとか言ってないで。確かに。行くべきやったっすよ、ね。そう行くべきなんだよ。そんな砂利でも俺は拾う。ダイヤばっか狙ってないって砂利でも俺は拾いに行きますよと。はいはい。砂利を拾いに行くやつだから金とかプラチナも。話が来る。なるほど。そうですね。砂利とかだって取りに来ないやつが、確かに。他の砂利に行っちゃう話が。確かに。だってそれ砂利取ってたからボブサップ来たわけですよね。そう。ああ確かに。それは言えてます。天田さん砂利って言ってます。当たり前ですよね。でも天田さんでもあのインスタ DM 返してこへんからあかんわ。そう。まあでもちょっと俺カメラ外のところで言うわ。それは。あはい。本当に心配してるから、はい、ちょっと。いやありがとうございます。ちょっといろいろちょっと久しぶりに兄貴と会ったんで、はい、いろんな話をして。やっていこうかな、はい、とにかくもっとふてこい、もっとあのめんどくさそうな感じ、はいはい、もっとみんなの期待を裏切って、はいはい、自分の欲のために突き走るのを俺は待ってる、はいはい、なるほど、ちょっといいやつになっちゃったんじゃないか、それは言えてます、いいやつって思っちゃってます今、ちょっと見えてるってことですよね僕が、うん、あの昔やってたいいやつじゃない、ちょっと守りに入ってる経済的な面から言うと今の生活しなきゃいけないみたいになってるすごいっすね兄貴、全部分かってるんですね、それをもうすごない捨て身に行くようなとこはみたいな、ああなるほど、てかその捨て身に来たって見せれる才能があるじゃん、はい、そうその通りです、それも全て実は分かってやってるって周りから見たら、あ全部捨ててきたぞっていう暴れ方するんだけど、その実全部実は、はい、これも全て計算通りっていう、うん、ここまでできる男だから、最近なんかもう、はい、お仕事ください状態になってるんだよね、なってました、まあまあそれもね、はい、お仕事そうなんですね、お仕事いっぱいいて、そうなんですよ、それもそれでパパとしては正解だけど、やっぱ年収3000万なんだよな一人の男、パパとしての正解と、はいはい、ノッコン寺田としての正解、はいはい、違うと思う、いやそうそうなんです、結構難しいんですよね、だからそこら辺も、うん、でもまあみんなが見たいのはノッコン寺田のそう成功ですからね、そうなんです、そうですよね、ノッコン寺田を後ろに下がるにはまだ早いんじゃないかな、そうですね、まだまだ行った方がいいですから、うん、行った方がいい、みんなそれを待ってる、
本当ですか。原点回帰すれば翔英とスパーしたい。翔英翔英とか見てくれてたんがすごいっすよね。瓜田さんがミスミス見てたんがすごいっすよね。あ、それでもありかもしれない。あの時のノックの寺だったらアンプルーキーはボコボコにするんじゃないかなみたいな。はい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 、やっぱ、はい、ヒリヒリ感があった。確かにあの時よりだいぶ空気読むようになりました、うん、ほんまに正直な。せやんな。でもなんか相手のメンツも考えるようになってなりました。ほんまちょっとそれそれでいいんだけどな。なんかノックン寺田の良さってさ、はい、そのいや分かりますよ、うん、はい、なんかいろいろみんなから言われましただけど自分の答えがこうですバーンみたいな感じが面白かった。なるほど、はいはいはい、やっぱ俺にはこれやバーンみたいな、はいはい、それが今ボーンの代わりにお仕事くださいみたいになってる。僕は安全ですよみたいな。はいはいはい、はい、そうっすよね。ちょっとじゃあもうちょっともう一回あの時の自分、あの時のコージーをね取り戻しましょうか。みんな待ってると思うよ。最近ただのイベント芸人みたいになってる。マジやん。いや僕でもあるのはありますよ。あの兄貴が言ってるみたいなのはあるのはあるんですけど、やっぱりこうこっち系の知り合いの人、まあ、ウルタの兄貴もそうですけど、バーッと増えていったことによってこうできなくなってきたみたいなのもあるんですよね。なんかそこを裏切るんだよ。だから俺とかは深入りしないじゃん。はいはい、そうですね。そんなに人に、はい、確かにあちこちで深入りしたり、確かにお呼ばれしてどっか行ってとかしないじゃん。しないしないです。マジでしないですよ。しない。めんどくせえよっていう感じ。だってそのすべてにいつでも俺襟つかめるようにしてるんだもん。何かあったり。ああ、そういうことなんですね。だからあんまりだってブレイキングダウンの裏とかでもなんかみんなとわちゃわちゃみたいな、そんなしないですよ。しないし、俺なんかもう祭りに来たみたいにみんな喋ってまうから、わちゃわちゃしてます。そうするとノッコの寺田はもうどんどん丸くなっていっちゃう。そうなんですよ。確かにちょっと工事は何するかわかんないっていうのが、それがエンターテインメント。何するかわかんないっていうところにワクワクする、はい、する、はい、しない？します。竹内力が、はい、これちょっとこんなことあれだけど、はい、竹内力が銀座六本木あたりで、はい、あの選手がこっち上げたとか言ってて、はい、そんななんかしてこないじゃん。そうですね。万田銀次郎みたいな顔つきでかまし入れてくるかって言ったら、はい、絶対ないじゃん、はい、そうですね。先に飲まれたタレント豚になり下がってるの。でも清水健太郎とか、どう言ったら、いや清水健太郎とかだったら何するかわかんないじゃん。はいはいはい、どっちの男はワクワクするかって言ったらやっぱ清水健太郎の方が見たくなる。あーあー、なるほど、なるほど。そこなんだよ。うわ、俺でも確かに竹内力みたいな。僕さっきはその仮面を破って出てきちゃったの今回。はい、どういうこと。昔の20年前の僕さっきだったらその仮面をマスクをかぶってるから、はい、暴れてもこれ本当かも。ああ。怖えな。はい、でも完全にいい人ですっていう、もうマスク取ってきちゃったから、マスクを剥がれたボブサップをもういじめてくれんねって映っちゃった。ああ、なるほど。え、いい人に映ってたと思うんですか。だからこれは全て仕事はビジネスバイオレンスなんだ、はい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 、俺のこのバイオレンスはビジネスなんだ、はいはい、裏ではすごい俺はいいやつなんだっていうのを前面に出してきちゃったの今回のボブサップは、はいはい、あ、なるほど。その瞬間もそのためじゃん。あ、なんか狂気がなかったもん。そうね。ノックの寺田にはまだそのマスクのままでほしい。まだ取るなと。取るな。当たり前だよ。長くなったけど。いやいや、ありがとうございます。今日もいろいろと教え胸に響きました。ほんまに。まあ、いやなんかあんまりこういうことね言ってくれる人いてないから。あ、せやな。そう。俺ファンだからね。僕のですか。本当ですか。いや、めっちゃ嬉しい。ファンが大好きだから、その押し付けに聞こえるかもしれない。押し付けましいけど、こうあってほしい。ちょっと待って、こんな大好きだとか、え、みんなそうだよ、みんなそうじゃん。みんなノックンから大好きだよ。だからみんな厳しいことも言ってくるんだと思う。ちょっと今日はちょっと感動の回ですけども。いやいや、ほんまにめっちゃいい。僕のチャンネルで言ってほしかったですけどね。いや言わない、あっちじゃ自分の名誉を胸切りを晴らすために俺を利用しようしたんだよ。いや、まあでも兄貴じゃん。俺だったら絶対水よけるよ。この動画で僕の好感度がまた爆上がりしてですね、僕の仕事がいっぱい舞い込んでくるわけでございますね、兄貴。そう、そこだよ。いや、そこだよ。でも結局はこいつ悪いやつだから。自分のことしか考えてない。いやいやいや、結局はそうなんですね。結局は、いやいや、まあまあそんな感じかな。いや、ありがとうございます兄貴、ほんまに何回も。またよろしくお願いします、これからも。お願いします。いや、リーチ今度説教があるよ。はい、また、はい、お前はマジで説教です。